はい、どうもこんにちは。スタジオニオンの稲坂です。先週発表させていただきました CCP× スタジオニオン第3弾ということで、これがですね、意外や意外というか、今大活躍中の超人ジャスティスマンですねを制作させていただくことが決定しましたということでお伝えしたいんですけれども、今週はですね、そのジャスティスマン検討会ということで、また皆さんから意見いただいて、制作に反映させていきたいと思いますので、ぜひちょっとご参加いただければなと思います。で、先週ちょっといろいろあって告知もちょっと一周遅れたりだとかあったんですけれども、もう本当にちょっとありがたいなと思ったのが、あったかいメッセージいただいたりっていうのもあったんですけれども、発表した後ですね、ジャスティスマンっていう言葉が、SNS 上でバーッと出るかなと思ったんですけれども、もう皆さんものすごく気を使っていただいて、うまくぼかしていただいて、なんかその、見てない方の興味をなんか引くような感じでちょっと宣伝に協力していただいたなっていうのがあったんで、これもまさに本当に、友情パワーだなということで本当にありがたく思ってます。ということでですね、その皆さんと一緒にまた作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、いきなりどんなジャスティスマンがいいですかって、聞いたところで、ちょっと一瞬ぼやっとしちゃうので、ちょっと今日は、過去の、ね、ジャスティスマンのどんなフォルムがあったかとかシーンがあったかっていうのを振り返りながら、どんなジャスティスマンがいいかなっていうのを一緒に考えていければなと思います。というわけで、ちょっと論点をちょっと絞らせてもらいました。ポーズですね、場面というか、まずポーズですよね。これはどんなものがあるのかってことですね。それから2番、色ですね。色については、今回はちょっとあんまりないんですけれども、もしかしたらこんな色あるよだとか、意見いただくこともあるかもしれないので、ちょっと色っていうことで、絞らせてもらいました。それからオプションですね。オプションっていうのは何かっていうと、フィギュアっていうのは人形本体だけじゃなくて、その付属品ですよね。その周りのパーツだとか、そういったものもやっぱり楽しみの一つになりますので、それを何でもかんでもつければいいっていうと、それで値段上がっちゃってもつまんないっていうものもありますから、でもこれが必要だっていうものは、できるだけちょっと入れていきたいなって、キャラクターの本質に関わる部分にもなってくるので、そのオプション何がいいのかなっていうところも意見いただければなと。でそれから最後その他ですね。自分が思ってる以外にも思わぬ意見があるかもしれないので、それをちょっと最後その他ということで、これはまたすいません、ざっくりちょっと意見募集させてもらいたいなと。はい、じゃあ早速検討に入っていきたいと思います。まずポーズですね。ポーズっていうか、どのシーンを切り取るかっていう話になってくると思うんですけれども、例えば前回のプラネットマンの場合は、それが揉めに揉めました。なんでかっていうと、一番最初初期登場でプラネットマンっていうのが登場して、実はもう翌週にはもうデザインがガラッと変わってしまって、でそこからもオーバーマスクだったり、体がどんどんまたフォルムが変わっていって、最終的には新章でプラネットマンまた登場するんですけれども、その時にはもうすごくスタイリッシュになっていて、デザイン的にも、昔のものとは全然違うものになっていったということで、結局、それぞれ思い入れがあるシーンっていうのは人それぞれですから、それによって皆さんの好みがいろんな方向に行って、で最終的には何かに絞らないといけないの でそれで自分が出した答えっていうのに対して、やっぱり不満も出ますし、それで揉めに揉めたっていうのが、ある意味では盛り上がったっていうのかもしれないですけど、それがプラネットマンだったんですけど、ジャスティスマンの場合はそのキャラクター性と同様で全然ブレないですよね。先生の絵も初めからもうほとんど変わらない。微妙な違いはあるにしても、もうほとんど変わらないですよね。だから、どのシーン切り取るかっていうか、どのデザインかっていうことに関しては、全然今回は論争にならないかなと思ってるんですけれども、そんな中ジャスティスマンも、一応ここに書きさせてもらいましたけど、一応初期登場、一番最初の登場から始まってアシュラマン戦があり、テリーマン戦があり、で今の最新シリーズの戦いがあるというところで、その活躍の場は結構あるんですよね。だからどの場面のジャスティスマンがかっこいいかっていうのはやっぱり人それぞれあると思うので、ざっと紹介しますね。まずこの初期登場なんですけれども、そもそも、初期一番最初に登場したのは、これはもう周知の事実なんですけれども、これですね、もう筋肉マン、昔の筋肉マンのシリーズの黄金のマスク編、
これで、ゴールドマンとシルバーマンがもう伝説の争い兄弟喧嘩を繰り広げた時にその仲裁として登場するのが裁きの神ジャスティスマンで、今のシリーズっていうのはこういった昔のお話昔やってた展開してたお話が壮大な伏線になっていてそれを回収していくってところにもまた醍醐味があって、まあ、往年のファンも喜ぶような展開をしてくれてるわけなんですけれども、まあ、先ほどの絵ありましたよね。でそれを受けて登場したのがこの一番最初新章における一番最初のジャスティスマンですね。でこれまだシルエットなのでこのあと徐々にこのシルエットの、全貌が明らかになっていくと。でシルエットの、まあ、これオーバーマスクなんですけれども、はデザイン的にはこうなっていると。これかっこいいですよね。でそのオーバーマスクが解かれると、まあ、皆さんのイメージにも一番強いと思うんですけれども、このジャスティスマンもう今も全然変わってないんですけれどもデザインがジャスティスマンになるというところですよね。で、まあ、戦いとしては、まあ、詳しくは、もちろん今の漫画を読んでもらいたいわけなんですけれども、まずアシュラマン戦がありますよね。でアシュラマンと戦うと。でこの後、まあ、ここで圧倒的な強さを見せてその後テリーマン戦があると。もうここの戦いにおいてジャスティスマンのキャラはもう確立されていって、まあ、ファンも増えたんじゃないかなと思うんですけれども、そして今最新シリーズもうこれに関してはまあ 90% 以上の人がどんな戦いを繰り広げているかもちろん知ってると思うんですけれども、まあ、一部もちろんコミックで読んでるよっていう方も見えると思うので、まあ、どんな誰と戦ってるかとかそういったことはもちろん言いません。なので、まあ、ぜひちょっと読んでない方がもしいるのであればこの機会にぜひ読んでください。フィギュア その役割っていうのはフィギュアを作ること発表することで、原作に立ち返ってもらったり、まあ、フィギュアきっかけで原作を読んでもらうっていうところに僕たちの存在意義があると思ってるのでぜひこの機会に黄金のマスク編含め、まずお話を一回おさらいしてもらえればなと思います。それで何かこのシーンかっこいいなこのポージングかっこいいなっていうのがあれば、まあ、今この戦いでいうと、もうトレンドになっているような、シーンであるとかポージングもあるんですけれども、まあ、出てくるので、このシーンがいいよっていうのがあればぜひご意見ください。はい、次色はですね、色に関してはですねこれはまあ残念ながらというか、この新章に関してはまだアニメ化もされてませんし、色正直少ないです。先生が設定してまあ、こう単行本の表紙になっているようなもちろんしっかり設定としての色はあるんですけれども、ちょっとバリエーションとしての色はないかなと、まあ、これ無理に作る必要はないので、まあ、もちろんこういうのがあればっていうのが希望としてあれば全然バリエーションはとしては用意できるんですけれども、結構過去も思わぬところから新しいバリエーションのカラーが生まれて、でそれが、認知を得る社会権を得るっていうようなこともありましたよね。例えばケンダマンでいうと最初は、原作特別2カラーだったんですけれども、まあ、声いただいて、一番最初、の原稿の時にはこういう色だったよっていうのがあって、元祖原作カラーっていうのを発売させてもらいました。でそれが結果的にはもうかなり好評を得て、まあ、一番売れたのかなあれが。なので、結構わかんないですよね。これ聞いてみないとこればっかりは僕もわからないところがあるので、でまあ、ただ色に関しては例えばマッスルショットとかでやってるような色っていうのはすみませんちょっとできないんですよね。まあ、別の権利が発生するので、まあ、それを権利いただければできるんですけれども、ちょっとまあ今の既存のラインではできないというところで、まあ、それ以外でも、まあ、最初シルエットで出てくるような黒いイメージだとかをどう表現するかとか、まあ、色の可能性っていうのはいろいろ他にもあるんですけれども、まあ、ニューレトロが好きっていう方もいますしね、単色とかモノクロがいいっていう声もあるので、いろいろあるんですけれども、まあ、まずは希望をください。ということで色はまあさらっといきます。はい、次オプションですね。付属パーツ、これについては結構ありますね。だからもしかしたら今回これが一番意見が分かれるかなと。あれ欲しいこれ欲しいの他にも、まあ、逆にこれいらないつけて欲しくない、まあ、オプションパーツの難しいところは当然なんですけれども、本体とは本質的には
別なくても成立するっていうものがほとんどだと思うんですよね。でただそのものをつけることによって、もちろんあった方がいいんですけれども、もちろんつけるってことはどうしても値段が上がると、だからどこまでも何でもかんでもつけることはやっぱりできないなっていうので、ただこれがないとそのキャラクター成立しないよっていうオプションパーツもあると思うんですよね。もう今回のジャスティスマンでいうと2つ目に書いちゃってますけど、もう天秤、もうこれに関してはまあちょっと外せないな、これちょっとソフビで形状的に作れないんで、あの費用かかるなって自分の中で思ってる部分でもあるんですけど、もう天秤は外せないでしょっていうのがありますよね。まあ自分が今外せないでしょってもう決定みたいに言っちゃってるんですけど、まあもう決定ですよね、天秤に関しては。で書きました、マントに関してはパーフェクトオリジン、もうみんな実はマントしてるんですよね。だから過去に、発売されてる、すでに発売されてるパーフェクトオリジンもいるんですけれども、まあそこのマントどうするんだっていうのありますけどね。だからまあマントつけるかつけないか、まあその今回マントを作ることによって、もしかしたら過去の超人にも付属させることができるかもしれない。だからこれまあ、 PVC、まあ、プラスチックで作るのか、まあ、そうすると重さの問題とかもあるので倒れちゃうっていうのがありますよね。だから布で作るのか、同じマントにしてもまたいろいろと意見が分かれていくと思うんですよね。で天秤の他にも今回鎖もあります。ラーメンマンの頭かと思われてたジャスティスマンのデザインなんですけど、あれは鎖だったっていう設定なので、鎖に関しては、以前ケンダマンでものすごく苦しんで、理想の形状がなかなか見つからないっていうので、浅草橋 の店で探してる時に、その浅草橋のマダムに助けてもらうっていうエピソードがあって、ケンダマンの時にはそのエピソードが結構好評だったんですけど、まあ、一応紹介欄に載せとくのでよかったら見てください。で、まあ、だからその時に切り開いたルートがあるので、鎖に関してはそのマダムが教えてくれたルートがなので鎖はまあ作れるんですよね。まあ これも作んなきゃいけないかなって感じもするんですよね。であとは装具って何かっていうと、これですね、これです、天秤です。天秤に対戦相手、自分のジャスティスマンのパーツと対戦相手のパーツを乗せて、相手が、本当に何て言うんですかね、罪があるのかないのか、ギルティーはノットギルティーっていう有名なセリフがあるんですけれども、その時に相手のパーツを入れるので、アシュラマンだったら腕輪ですよね。でそれからテリーマンだったら手袋というのを、これやっぱり天秤があったら乗せたいぜって思う人もいると思うんですよね。だからそこまでやるかどうか。で剣ってあるんですけど、剣に関しては、先ほど見せましたこの一番最初出てきた時剣持ってるんですよね。ただまあ新章での描写になると、その剣持って出てくるっていうか、シルバーマンとゴールドマンの手から剣が出てるっていう設定になってるんで、これどうなのかな、もしかしたらこれは正しくないのかもしれないですね。だからそれ自体ももしかしたら論争になるかもしれないです。いや違うんだぞ稲坂と、あの剣は実はも別個だったんだとか、いろいろあるかもしれないですね。ごめんなさい、ちょっとそこはまだ分かんないんで、剣ですね。あと過去の外れだったんですけど、ダンベルですよね。このダンベル、光のダンベル、まあ、これただこれも過去の超人、パーフェクトオリジンでダンベル出してないんでどうかなっていうのはありますけど、まあ要素としてはあると、まあざっと挙げるとこんなもんなんですけれども、まあ他にもあると思うんですよね。オプションパーツというか、まあ、そもそもオーバーマスクの先ほど紹介した、オーバーマスク自体をオプションとしてつけるべきなのか、まあ、そこにもいろいろと問題はあるんですけれども、まあ、そういったところも含めて、ご意見もらえればなと思います。はい、最後その他、まあ、その他って感じでざっくり書かせてもらったんですけれども、今まで挙げたポーズ、色だとか、まあ、あとオプションパーツですよね、なんかその中から選択していくっていうイメージがあるんですけれども、そんなことないんですよね。本当はもうフィギュアっていうのは、まあ、僕自身はもうあらゆる可能性がまだ今後もあると思ってるので、実はやれることって造形、彩色、まあ、その他付属パーツ以外にもまだまだあると思ってるんですよ。まあ、YouTube やってるっていうのもその一つでもあるんですけど、例えば、CCP の遠藤社長のやった面白いなと思うのは、ブラックホールをリリースした時に、設定の体重が400キロだったかな。だから重たいんですよ。だから商品自体はソフビで軽いんで、重たい常人なんだから重たくしようってことで、商品の中に
レジンキャストって言って、まあ、レジンを流し込んでるんですよ、そういう素材を。だから商品持ってる方は分かると思うんですけど、重たいんですよね。でそれって結構とんでも設定で面白いなと思ったんですけど、ただ実はステカセとかスプリングマンとかマウンテンの方が重いんですけどね。でその子のブラックホールも入れてないと思うんで、何だったんだっていうツッコミもあるんですけど、まあ、そういったところも含めて面白いですよね。であとは、まあ、ラーメンマンは、何が行われたかっていうと、その時僕も担当だったんですけど、植毛しました、あのヒゲのところ。別に細いんで、PVC だとか他の素材でやることも当然できるんですけれども、なぜか、まあ、ヒゲは絶対に植毛だっていう遠藤社長の強い思いがあって、国内の植毛職人さんを説得してなんとか商品化にたどり着いたっていうのが僕としても、まあ、懐かしい記憶としてあるんですけど、まあ、あとはプラネットマンでいくと宙に浮かすっていうのも、宙に浮かすかどうかとかいうのも、まあ、その他の部分に入りますよね。であとは光らすだとか、まあ、窒光だとか、まあ、最近で言うとの匂いとかですよね。まあ、いろいろあるんですよね。で実現できるかどうかは別として、逆にこういうアイデアが今後新しい可能性、商品の実現につながっていくと思うので、これはもう皆さんからの意見はもう無尽蔵に欲しいなっていうぐらいです。なので、最後ざっくり書いてるんですけど、もしかしたらここに、金鉱が隠れてるかもしれないですね。金が出てくるかもしれないです。なので、ぜひちょっと皆さん、ジャスティスマンのフィギュアのことをちょっと考えていただいて意見いただければなと思います。というわけで検討会はこれぐらいにしておきますけれども、ブログの方でも構いませんし、もちろん YouTube のコメント、問い合わせからでもいいんですけれども、ちょっと返信に結構時間がかかるので、まあ、できればコメントの方が早く返せるなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ここまでですね、ジャスティスマン検討会ということで商品の仕様についていろいろと今検討してきたんですけれども、ここからちょっと最後に、自分のこれから挑まなければいけない造形に対してちょっと今自分が感じていることをちょっとここでお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、今回ジャスティスマンっていうのが、まあ、今までとはやっぱりもう全然違う存在で、まあ、パーフェクト超人っていうのでもあるんですけれども、パーフェクトオリジンであり、神という存在でもあるっていう本当に特別な超人だなと思ってるんですよね。で過去にパーフェクト超人自体はスクリューキットとケンダマン作らせてもらってるんですけれども、まあ、やっぱパーフェクト超人の中でも2人は、なんていうか先遣隊というか、まあ、ちょっと下っ端に位置するキャラクターでもあって、まあ、完璧と言いながらもどこか不完全なキャラでもあったんですよね。だから僕は造形においてはその完璧さっていうのをある突出した部分と捉えて、どちらかというと誇張させたんですよね、体つきだとか、ある部分に特化したかのような見せ方をしたんですけれども、今回ジャスティスマンはちょっとそれ安易にそういうことはできないなって今思ってるんですよね。だから僕が造形のテーマとして多分考え続けるなと思うのが、ここに書いたんですけど、完璧って一体なんだろうなっていうとこですよね。でその時に僕がやっぱジャスティスマンの完璧さをふと頭の中で考えた時に出てきた言葉が金星っていう言葉なんですよね。これ意味としては釣り合いが取れたっていうような意味なんですけれども、特にまあジャスティスマンの場合は天秤持ってますし、裁きの神ですし、本当にその中立的な存在でもあるんですよね。だから本当にバランスの取れた体つきというか、これは表面的な話になるんですけれども、あんまりなんかどっか一方向に寄ることができないなって今思ってるんですよね。それで今ちょっとずっと毎日頭悩ましている部分でもあるんですけれども、このジャスティスマンのキャラクター、ここにも書きました、中立であり、もうど真ん中を行く中道ですよね。もうやっぱりこれまでもちろん意見というか立ち位置を変えてきたんですけれども、本当にブレないなんて、パーフェクト超人としても神としても、もう一番そのパーフェクト超人にふさわしい立ち振る舞いをし続けてきたのがジャスティスマンだなっていう印象があるので、これをなんとか造形に表現したいんですよね。
で、ただそこから、どんな造形にするかっていうところを書き出すと難しいんですよ。この厳しさも感じますし、ジャスティスマンからは当然強さも感じます。で、美しさも感じるし、畏怖の念っていう意味での恐ろしさも感じる。で、これをやっぱりゆるたまご先生はすごいなと思うんですけれども、漫画を読み進めていく中でジャスティスマンからこういった部分をもうビンビン受け取ってるんですよね。ただいざ造形でそれを表現しようとなると、厳しさ、強さ、美しさ、恐ろしさ、これを、ある意味では表面的な立体として表現するっていうのはものすごく難しいな。だから僕にとっては大きいテーマなんですよね。今回あんまり誇張させたいわけでもないですけど、フィギュアとしてやっぱり魅力のあるものにしたいっていうこともありますし、まだ自分の頭の中で全て答えは出てないんですけれども、とにかく、すごい難しいテーマなんですけどね、これに挑んでいきたいなと思いますので、そういったところも、興味ある方は、稲沢が完璧を考えてそれを立体造形にした時にどういったものにするのかなるのか、そういったところも、見守っていただければなと思います。ということで、ちょっともう本当気を引き締めて、かかっていきたいと思いますので、ジャスティスマン、応援よろしくお願いします。それではご意見お待ちしてます。ありがとうございました。